もう何回目なのこの3回目です。3回目、はい、この今日のミスの原因っていうのは自分でどういうところだったの？まあ、ティーショットの時に緊張してたっていうのは分かってて、うんうん、自分で分かってるから、うんうん、まあ、お腹に力入れてしっかり振り切ろうと思ったんですけど、うんうん、ちょっとまだ甘くて、うんうん、まあ、ドライバーか3番ウッドで迷ってたんですけど、うんうん、まあ、ちょっとなんだろう、無難、3番ウッドの方が無難かなと思って言って、うんうんうん、まあ、みんな刻んでたしね。そうですね。でもなんかこう、まあ、私的に、はい、私の考えなんだけども、やっぱりまあ試合で戦うとなると、こうやって本当にバーディーを必ず取らなきゃいけない、はい、短いし、そしたらもう、まあ、バンカーももちろん手前にあるけども、まあ、バンカーでもまあ30ヤード、ね、ぐらいのバンカーだから、はい、まあ、まあ、ちょっとトップしてもこの辺にいるし、だったらなんかね、ドライバーでガチコーンってこう攻めて、でやっぱりゴルサバ、この大会でね、はい、ゴルサバイバルもやっぱりしっかり生き残んなきゃいけない、はい、そうするとやっぱりチャンスなとこで取んないと、ね、こうやって乗り遅れちゃったり、そうやっぱりその取るべきところで取るような、まあ、もちろん緊張もあるんだけど、はい、そういうこう癖っていうか、はい、狙い方っていうか、ね、それもこう踏まえながら、これからどん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 克服して、ね、はい、やっていけば、はい、まあ、本当にここでミスしてもいいから、ね、今度じゃあ自分がプロテストとかね受けるときにこういう失敗が活かせるようにやっていけばいいんじゃないかなっていう、はいはい、まあ、緊張はねつきもんだから、はい、その中でどういうふうに自分がじゃあ立ち向かっていくか、じゃあその緊張をどうやって埋めていくか、練習量で埋めるのか、ね、その緊張した場面でも、ね、いや私いっぱい練習してきたら大丈夫っていうふうに思えれば、はい、しっかり絶対ね前に行くから、いい方向に行くから、はい、それをね今後課題として、ね、はい、やっていけば、あとは、ね、そのやっぱりトップの選手、はい、いい選手のプレーをやっぱり見ることね、うん、どういうふうに攻めていくか、やっぱりね意外と攻めてる、はい、うん、まあ、もちろんあのこれからねあのラフも深かったりするんだけども、意外と攻めながら守るっていう感じ、守るじゃなくて攻めながら守ってっていう、うん、本当にそのなんていうかな、メリハリをちゃんとしてて、意外と気持ちは攻めてるっていうの、はい、うん、忘れないで、うん、やってほしいなと。まあ、あとはね、そのいろんなこのご時世だから練習できる環境とかもね、どうしてもこう今まで時間なかったりしたと思うんだけども、はい、ね、まあ、でも目標がねちゃんとあるんだったら、高い目標を持ってね、はい、やってほしいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、頑張ろうね、はい、悔しいよね、はい、2回連続1ホール悔しいよね、そら ね、練習できた？でも今回あんまりできなかった？いや、なんかこれ来る前の日にラウンドしてたんですけど、ドライバーが急に当たらなくなったっていうか、まあまあでもちょっと気持ちがね、はい、少しねあるよね、すごい OB しててちょっと怖かったんですけど、だからそうね、そのでミスの幅をさ日頃から減らしていければ、はい、まあここもちょっとこう広いけども少しなんかタイトに見えちゃったりするとこもあると思うんだよね、はい、ああやってバンカーがあったり意外とこう右が崖になったりとか、ね、なんだけども普段からやっぱりミスしてもフェアウェイにいようとかね、幅を減らしていく練習すれば大丈夫だから、はい、その癖をつけてもっとマネージメント勉強していきます、ねね、そうだね、はい、あとはやっぱショットの 確実に打てることだね、はい、確率とね安定性ね、はい、そこだね、頑張りましょう、頑張ります、ありがとうございます、はい、じゃああとは、ね、あとはご自由にほんまに嫌や、うん、マジで帰りたい、ね、そう、それこそドライバーおかしくなったら最近、はい、ちょっと最近、うん、もう練習して帰りたい、もう練習、そのでこれずっと見とかないとダメですよね、ついていかないとダメですよね、うん、あのコロナの関係で帰ってきても大丈夫だと思うんですけど、うん、練習をしたいって、うんうんうん、どうしようかな、そのおかしいのが何かだよね、そうですね、何がおかしくさせてるのか、はい、なんか触れてきておかしいのか、うん、何かがこう違っておかしいのか、それもねちょっと日本のクラブで迷ってたっていうところもあるんですけど、はいはいはい、うんうんうん、まあそれはコーチと相談しながらね、はい、うん、しっかりプロテストも受けるよね、受けます、次ちょっと3月に伸びちゃったから、はい、まあそれもこう前向きに考えて、はい、ね、時間がしっかりあるからね、はい、もうバンっていくようにね、はい、頑張ろう、攻めないと、はい、攻めて、そう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 、攻めるとこは攻めて、ため息がやっちゃった、まさかの2
2回連続ですもんね。それが良くない。